耳の後ろとかもスースーって落としていきますか、奥だけ。そしたらここからお団子作っていきます。はい。特に店内も可愛いって言ってくださる方が多いので、若いお客様がここの店舗は多いですね。後ろの感じ、こういった感じに仕上がってます。本日はヘアセットサロンアリエス新宿にご来店いただきありがとうございます。担当いたします矢部です。よろしくお願いいたします。アリエスではヘアセット、フルメイク、着付けの施術が受けられます。新宿に3店舗展開しておりまして、幅広い年代の方にご利用いただいております。外国のお客様もたくさん来られますので、ぜひご利用ください。メイクが終わりましたのでヘアセットに入っていきますね。よろしくお願いいたします。遅れ毛少しずつ落としていきますね。一番最後にくるくるに巻きます。一番下の段から巻いていきますね。はい、失礼します。スタイルをよく気に来られる人が多いですか？ハートだったりお花だったりとかが入ったスタイルだったり、リボンを一緒に編むスタイルだったりが多いですね。コンサートイベント行かれる方が多いので、リボンを使ったアレンジが一番多くオーダーされます。可愛い。そうですね。
特に店内も可愛いって言ってくださる方が多いので、若いお客様がここの店舗は多いですね。
天然パーマの人とかも来たりしますか？そうですね、すっごいくるくるの方はそんなにはいないんですけど、それなりに癖があってもセットは普通にできるので。
したらここからお団子作っていきます。はい、耳の後ろとかもスースーって落としていきますか、おくやげ。痛いときおっしゃってくださいね。
後ろの感じ、こういった感じに仕上がってます。大丈夫そうですか？ありがとうございます。ありがとうございます。